リフミシゲは、新末の大西国の反乱の指導者の一人、関東省、はじめ系普通線県六道出身、越劇の俳優であった。甲州前が、カナダ村で放棄した後、各地の情勢は、騒然としていたが、1854年に、太平天国軍の呼びかけに呼応して、富津山大坊山で、天地会の指導者、陳海とリフミシゲが放棄し、陳海を、 元帥、リフミシゲを副総とした。リフミシゲは、文虎、トラ、モコ、コの三軍を編成して、甲州を攻めたが、守りが固く半年しても攻め落とすことができなかった。陳海は、両倍ともの権利を採用し、軍戦戦績を率いて、玉江を北上して、後世小人衆を攻撃した。陳海と、リフミシゲらは1855年8月に入場し、 大政国の成立を宣言し、公徳と剣も氏、し、人衆を集計と解消し、弁髪を切って服を改め、完成を整え、貨幣を中造した。人海は、平人王を称し、し、王を文法した。1856年11月、平安氏織文踏は、蝶公有と連合して、劉衆に攻め込んだ。当時、劉衆の守備軍は3000しかなく、 翌年3月に陥落した。リフミシゲは、劉ュ州を、劉ュウと改め、平ラヤスを建て、上将や将軍など職を定め、平ラヤ勝ちだからという家兵を鋳造した。リフミシゲは民を愛し、政治に励んで、優先したと言われるが、1858年に、ケイの戦いで重傷を負い、死亡した。大政国は1861年に新軍によって、 滅ぼされた。ありがとうございます。